はい、どうもこんにちは。今日はテスターの選び方第2回ということで、前回紹介しましたこの5つの中から2番目ですね、基本機能についてご紹介したいと思います。はい、基本機能ってことで、まあ機能と言っていいのか分かんないんですけれど、選ぶときに注意すべき点っていうのをちょっとここに8個挙げました。で、まあ一番初め、これは大変分かりやすいですけど、オートレンジのものかマニュアルレンジのものか。で、まあ基本的に今売られてるテスター、まあちゃんと施設は基本的にオートレンジだと思います。で、まあマニュアルレンジのはまあレアですね。はい、で、じゃあマニュアルレンジのメリットは何かっていうと、まあないわけじゃないんですけど、オートレンジのものを買ってもマニュアルレンジ状態で使うことはできるんで、基本的に問題はないです。はい、次に AC の RMS 表示っていう RMS 測定ですね。まあ芯の実行値ってよく書かれます。で、まあこれなんですけれど、まあ最近は搭載しているものが増えてきています。昔は結構高級機じゃないと入ってなかったんですけれど、で入ってるのが増えています。で、これはですね、まあ基本的にあった方がいいと思います。まあこのちょっと違いというのはちょっとここでビデオでご紹介したいと思います。これ今 1V RMS ですね、実行値で 1V の制限波 50Hz の制限波を入れてるんですけれど、これ今測って、まあ、0.9961 って出ていますけど、まあこれちょっと電圧自体もはめたらしいわけじゃないので、こう参考程度にこう電圧見合ってほしいんですけれど、これを方形波にしてみます。で、その時もまあ 0.9977 とか、まあその0. 何%かのこのほとんど変わらない値で出てくるわけですけれど、これ他のテスターで試してみると結構結果が違ったりします。これまず制限波ですね。で、次に方形波にします。そうすると 1.104 って感じで、高い電圧が出てきますね。同じことをこっちのテスターでもやってみます。はい、0.995 で方形波、そうですね、大体こっちと同じような感じになると。これ芯の実行値測定になってないテスターだったら大体同じ結果になりますね。はい、はい、次に画面表示とバーグラフ機能サンプリングスピードっていうことで、画面ですね、本当に安いテスターだとボルトの V とかアンペアの A とか、まあ、オームとかそういうものも出てこないんですね。で、本当に数字が表示されるだけっていう状態になります。これは結構まあ間違える可能性があるのであった方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ AC、DC の違いであるとか、あとはまあバッテリー切れのサインですね、まあ、そういうのもあった方がいいと思います。はい、で、まあ次のバーグラフ機能サンプリングスピードっていうことは、まあちょっとこれビデオを見ていただいた方が分かりやすいと思うんで、このちょっとビデオでご紹介したいと思います。次はバーグラフ機能とサンプリングスピードってことで、ですね、これこのテスターなんかもう値を表示するだけなんですね。ですが、こちらのテスターはここにバーグラフが出ます。で、例えばこの電圧をこう下げていくと、こういうふうにレンジに対してどんな感じなのかっていうのがもっと速いスピードで出るんですね。この値の表示、値が切り替わるのよりバーグラフの表示っていうのがこう追従性よく出るので、例えばこの AC 信号みたいっていうのか、まあ AC 信号っていうか本当にゆっくりした
信号ですね。こうやりますと、ここの下のバーグラフはこう制限波みたいにっていうよりこうザラザラっていう感じで動いて追従してるんですけれど、こっちは全然バラバラっとした表示になっちゃうのがわかるかと思います。はい、で高いある程度以上のテストはこのバーグラフ表示があって、これは結構そういう細かい動きを見るのに便利です。例えばまあこれとかでもがありまして、こっちの後ろでもありますが、これ今ちょっと電池があれですね、AC になってるや。はい、こういう感じで表示する感じで、まあこの時に見てわかるのが、こっちのテストより明らかにこっちのテストの方が出る電圧がサンプリングのスピードが速いのがわかると思います。これだとちょっと今数えるのも 1,2,3,4,5,6,7,8 ぐらいかですかね。だから1秒間に10回ぐらいサンプリングしてる感じがしますが、これで 0.5 回ぐらいですかね。はい、でこっちですと、うん、もうちょっと遅い感じですね。って感じでこうサンプリングスピードっていうのも結構差があります。ですのでまあ高いテスターはそれなりに速くっていうのか、まあちょっとそれは性能を見ていただいて、まあ特に新しいのは速く測れる傾向あると思います。はい、次のオートレンジのスピードっていうことで、これですね、まずですね、このちょっとどれぐらい違うのかっていうことで、このちょっとビデオで見ていただけると分かりやすいと思うんで、ちょっとこっちを見てください。まあ、これオートレンジじゃないんでこれはちょっと違うんですけれど、これ今まあ 0V のレンジのところから 100V をパッとかけますね。その時に 100V というかレンジが上がってって 100V というのはどれだけかかるかっていうのが、まあちょっとまあテストの使いやすさの一つでもあるんでちょっと見せたいと思います。もう一回いってみましょう。結構時間違いますよね。で、これは相変わらずなんか変な表示ですね。はい、次にAC100V でやってみたいと思います。はい、わかりましたでしょうか。結構違いますね。こんな感じです。はい、ということでこうオートレンジのスピード結構ですね、テスターによって違います。でまあこれは速いに越したことがないですね。であとまあ DC は速いけど AC は遅いとか、まあこれ今回測定してないですけれど、オームは速いとか遅いとかもまあそういうのもありますんで、なかなかこれ店で調べることとかカタログとか見ても書いてないんですけれど、そうですね、これはなんかちょっと調べられたら調べた方がいいじゃないかなって思います。でこれちょっと次のに関わる話でもあるんですね。でまあこれ次最大レンジ最小レンジ分解能っていうのを書いたんですけれど、これ最小レンジがちっちゃいとレンジがたくさんになっちゃうので、でかい電圧とか入れた時にレンジの切り替わりスピードが遅くなっちゃうんですね。例えば1ミリボルトレンジなんていうのがまああまりないですけれど、ないかな、見たことないような。でそんなのから例えば100ボルト入れると1から10、100、1ボルト、10ボルト、100ボルトって感じでレンジが5つも変わっちゃうんですね。そうするとさすがにやっぱりレンジの切り替わりのスピードが遅くなる
そうですね、最小電池が例えば 1V だったら 10、100 と、まあ、2つしか切り替わらないのが、まあ、2倍以上電池変わるので遅くなるっていうことにもなります。まあそれを除くためっていうのがあって、ミリボルトとかマイクロアンペアとかミリアンペアとかちっちゃい電池に関してはダイヤルがそもそも別として測定できるテスターもあります。まあこの辺はちょっと好みなので、好みに応じて選んでいただいた方がいいかと思います。で、まあ最大電池っていうのは、まあ電流、大きな電流を測りたい人にはちょっと関係あるところかもしれないですね。例えば 10A とかそういう電流を測る可能性がある人は気になるかもしれませんが、電圧に関すればあんまり、最大はまあいいところ300くらいあればいいんじゃないかなと思います。はい。でまあ300というのは大体なくて、大体まあ最低でも600とかそれくらいは測れますので、まあ、そんなに気にしなくていいと思います。はい。でこの最大電池っていうのも関わるんですけれど、安全性の規格ですね、 CAT3 とか CAT4 とかそういう安全性の規格、これが最大電池に関わってきます。ですがまあ個人で電気工事とかの方をやらないんであればあまり気にしなくてもいいんじゃないかなと、最大の方はということですね。で逆に私は最小の方が重要だと思ってます。っていうのもですね、ちっちゃい電圧とか測れるとやっぱ便利なんですね。回路の、まあ、例えばオフセットの、まあ、これ直流測るとか、あと増幅の状況を調べるのに、まあ、周波数特性とか測ることができるんですね。なのでこの最小電池っていうのか、まあ、一番ちっちゃい電圧とかですね、例えば1ミリボルトが最小の単位なのか 0.01 ミリボルトが最小の単位なのか、まあ、これ大きく違いますので、そこは調べられた方がいいかと思います。これもちょっとビデオをちょっと見ていただこうと思います。まあ、例えばこれだとミリボルト電池っていうのがあるんですね。で 0.001 ミリボルトの電池まで測ることができる。はい。で、まあ、ばらつきもこんな感じで、まあ、基本的に安定して測定できているのがわかると思います。はい。でじゃあこちらがどれぐらいいけるかということで、今 10mV で、これも 300mV 電池がありますね。ですがまあ桁としては 0.1mV までですね。まあ値としては安定してますね。でこちら、これも同じ感じですね。はい、 10.3 ということで、はい、基本的には 0.1mV までは測れるという感じです。まあ、そんな感じでですね、このどれぐらい小さいところが測れるかっていうのはちょっと使い方によってはやっぱり出てくるかなという気がします。はい、ここまで測れるのはやっぱりいいなっていう気がしますね。はい。で、こっち側のミリボルト電池が違うのは、これ AC も測ることができます。今 AC モードにしといて、これ今 50mV なんですが、ちょっとこれ以上下が出せないんで、はい、そうですね、これとか一番これで下の電池かな、そうですね、これも 0.01mV まで測ることができます。でこの2つに関してはこれミリボルトレンジは DC オンリーなので、そうですね、まあ 1mV の単位まで測れるって感じですね。でこちらも同じです。はい、はい。でこのまあ今 AC の最小電池っていうのを言いましたけれど、これ次のですね周波数特性っていうのも関わってきます。
そのアンプの周波数特性を測りたいとか言った時に ACV の帯域ですね、これはテスターによって結構違います。高いテスターを買うと結構100キロぐらいまでちゃんと測れるんですね、 ACV が。なんですが、まあ、安いテスターは基本的にまあ500とか1キロとかそんな風になってると思います。でもこれ実際比べたのをこうまたご紹介したいと思います。今ファンクションジェネレーターから 50Hz でだいたい 1V の信号を出しています。でこれで今3つ信号を分けて入れてんですが、こんな線でちょっと本当あまり高い周波数の特性良くないんですけれど、まあ実は一番周波数帯域が狭かったやつから分岐していて、まあ多少ちょっと誤差は入りますけれど、まあ参考程度にという感じです。はい、で周波数をちょっと変えていきますね。まずは 10Hz、 20Hz、 30Hz、 40Hz、 50Hz、 まあ 100Hz ぐらいまでいきましょう。はい、 100Hz、 まあ低い方の周波数はちょっと出るんです、下がったりしますが、ある程度以上上がれば基本的には大丈夫ですね。はい、でじゃあ 200Hz、 300Hz、 400、 500、これ真ん中のがちょっと下がってきた感じですかね。600、700、800、900、1キロ、そうですね。で2キロ、3キロ、はい、まあ真ん中のがかなり落ちてきて、右端のもちょっと落ちてきますね。5キロ、はい、6キロ、7キロ、8キロ、9キロ、10キロ、はい、で20キロ、30キロ、はい、これ右側のがだいたいここで3デビ落ちたぐらいですかね。で40 50 60 70 80 90 100キロということで、まあいろいろと要因があるので何とも言えないところはあるんですけれど、まあ、左側のテスターだと100キロぐらいはまあ普通に測れます。でまあこれ200キロにすると右側のテスターも落ちてきましたね。なんでまあ100ちょっとぐらいかな、そうですね、100からちょっとずつ上げていくとやっぱりちょっと厳しい感じがします。まあ、300、400という感じで落ちていきますね。まあ、こんな感じで高い周波数の特性っていうのは結構テスターによって違います。はい、まあこのビデオで見ていただいた通り結構安いやつでも実は伸びてるとかあるんですけれど、まあオーディオ帯域あるにしてもやっぱり20キロぐらいは最低でも伸びてないとダメなので、まあそれもフラットにですね。なんでやっぱりそれが保証されてるかされてないかっていうのは大きな差だと思います。はい、でまあこの ACV の周波数特性が20キロ以上保証されているようなテスターはやっぱかなり高価なものになってきます。まあ最低で3万ぐらいは必要かもしれないですね。はい、で次持ちやすさということでこれちょっと持った状態を見ていただきたいんですけれど、やっぱり高く機能が増えてくると結構厚くて横が大きくなったりするんですね。そうするとやっぱこう持って操作っていうのがやりにくいです。でまあ真ん中のロータリースイッチを手で回すことは基本的にないんですけれど、この上のボタンとかを手で触るっていうのは結構あります。指の届かない大きさになっちゃうとやっぱ使いにくいなっ
ていう気がします。はい。で次に最後電池っていうことなんですけれど、まあ、これなんで書いたかっていうと、なんかテスターってですね結構なんか古いというのか9V の角型電池を使ってるものがやっぱ今でも多いんですね。でまあ 9V の 006P の電池なんてまあ今まあほぼほぼ見ないと思うんですね。やっぱりですね単三がいいんじゃないかなと個人的には思います。まあその辺も考えて選ばれるのはいいかなと思います。はい、今日はテスターの選び方第2回ということで、この8個の基本機能について説明してきました。いかがだったでしょうか。今回もまたですね20分のビデオの長さになっちゃったんですが、次回はですねこの3、4、5を説明して、終わりにしたいなと思っています。ご視聴どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。